シャローブラウンが悪天候によく見えて助かりますね。シャローブラウンっていうのはこっちね、こっちの色ね、これがスモークね。これだからどちらかというと海、川と考えてください。川、これ川、湖、海で、タンギンが出てるところ、タンギンがないところ。でも海の中でも、ウィード、要は海藻がいっぱいあるようなところはこっちの方がよく見えます。岩が黒いところ、こっちの方がよく見えます。白い砂はまあこちらの方がよく見えます。湖でも、どちらかというと、上下動が多いところってノロがつかないんですね。三毛原ダムなんかそうですけど、白っぽいところはこっちの方がよく見えます。偏光グラスって目が見えるような薄っぺらい偏光はダメよというのを僕ら言うんです。こう今こうかけるとこれ薄いでしょ。だから人の目が見えちゃうんですよね。この人の目が見えるような偏光グラスは大したことねえよというのがあります。メーカーさんたちはですね、薄いから見えるという言い方をするんですが、釣りも知らねえで言ってんじゃねえよっていう感じなんですけどね。過去僕のところにいろんなメーカーが来てですね、偏光グラスうちの使ってくださいみたいな、はい、だって全然見えないもん。お宅の日本でこうやってるところなんか全部ダメ。僕がなんでブラックフライ使ってたかっていうと、値段が安い割によく見えるんですよ。表面のギラギラ取らないと偏光グラス、偏光度が99でそんなの何パーセントいいの。その辺の1000円のやつあんま変わんないから。要はちゃんと上のギラギラが取れてないとダメなの、と。僕らよく池原ダムでどういうことやったかっていうと、2枚重ね。うわちくしょ、これ見えねえじゃん、うわこんな見なければな。で通すともう1枚ピッて2枚やると、およしよしよし、見える見える。だからそのぐらい濃い方がいいということになるわけですよね。一つ覚えておいてください。さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめの、オンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像ね、そこからこう切り抜かれた、やつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人の、あんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。さあ、ということで、まあこれから村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。